カミロでレリスはカトリック教会の司祭、看護修道会の祖として知られる。日本語表記としてイタリア語から聖カミロをレリス、聖カミロ、英語から聖カミルスとも呼ばれる。本校では以下、カミロと記述する。カミロは1550年5月25日にナポリオ王国ブッキアーニコで生まれた。カミロを出産した時に母は50歳、近かったと伝えられている。父は、 ナポリオ王国とフランス王国のそれぞれで陸軍士官を務めており、滅多に家に帰ってくることはなかった。カミロは父に似て短期であった。母の死後、カミロは父の下で兵役につき、ベネツィア共和国、オスマン帝国と戦った。父の死と足への負傷が原因となり1575年に退役。カミロはカプチンフランシスコ修道会の建物を作る。 労働者の一人として雇われる。カミロは攻撃的な性格と賭博好きであったが、ある修道士がカミロの優れた側面を見出した。修道士の勧告、説教はカミロの心に浸透し、カミロはひざまずいて過去の罪深い生活の許しを祈り求めた。カミロはカプチンフランシスコ修道会に入ることを望んだが、二度拒否され、ローマのサンジャコモ病院に勤める。 サンジャコモ病院では、カミロは長年の習慣であった賭博や医師といった悪癖を克服し、病人たちへの献身的な看護を行った。カミロは病人たちにとって病院が不完全であることを感じ、地元で有名であったセイフィリッポに相談を行った。セイフィリッポは病人の肉体だけではなく、霊魂も看護すべきとし、カミロに司祭となることを勧めた。 カミロは34歳で死祭になり、1586年に二人の同志と共に病人の下辺という修道会を創立する。1591年にはローマ教皇シクストゥスゴセイから正式な承認を受けたカミロ修道会の始まりである。カミロ修道会の会員は肩や胸に赤い十字架を着用する規則があり、これが後の赤十字運動の源泉となる。 カミロ修道会の実践した看護方法は病人への新鮮な空気、伝染病患者の隔離、正しい食事療法など現在の看護手法にも通じるところがある。イタリア半島中の大きな病院のほとんどにカミロ修道会から修道士たちが派遣され、戦場にも負傷兵看護のために派遣された。こういった実績が賛同され組織の規模が拡大すると、 共に出資者なども増えていった。1607年にカミロ修道会の会長職を辞すも、自身は病人や囚人の世話を続けた。1613年からカミロ修道会の新しい会長とともに、イタリア各地の病院を視察旅行していたが病を患い、視察旅行中に倒れ、1614年7月14日にローマで池を引き取り、 ローマ市内のマグダラの聖マリア教会に埋葬された。カミロが埋葬されたマグダラの聖マリア教会ローマ教皇ベネディクトゥス14世は1742年にカミロを列服し1746年に劣勢した。1886年にはレオ13世により病人及び病院の1930年にはピウス11世により 看護師の守護聖人に挙げられた。聖カミロを守護聖人とするコムーネと生命祝日を一家に挙げる。ありがとうございます。